どうも、ウミズです。オーストリアピン。オーストリアにタイ。今回、はい、久しぶりに台湾でライブが行えるということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しいですね。いや、嬉しいですね。待ちましたね。皆さんにお待たせしましたという気持ちでいっぱいなんですけれども、はい、まあ、今回ダンスナンバー中心の、ライブツアーになってます。絶対ね、こう皆さん来てくれた皆さんを楽しませれるような、楽しんでもらえるような内容になってると思いますので、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。はい、ウィンズライブツアー2023ビヨンドはですね、2023年の11月11日午後6時から台北国際会議センターにて開催されます。はい、チケットは9月20日の、ね、午前12時より発売されるので、ぜひ皆さんゲットして一緒に楽しい時間を過ごしましょう。はい、それでは以上、ウィンズでした。ボーイメン、申し訳ない。いや、でも本当そうですよね、うん、なんかお待たせしましたというか、うん、すごくこう久しぶりに行くわけじゃないですか。はい、なんかね、こう行けなかった、まあ、自分たちにも悔しさもありますけど、うん、こうみんなを待たせてしまったという気持ちがすごく強いので、まあ、そこは申し訳ないと思いつつも、まあ、ここからね、やっぱりこう海外での活動を復活していきたいと思ってるので、またここから期待していただけたらなというお気持ちです。小籠包発音いいな、わからんけど小籠包、まあ、ああいう、なんていう、西系、ああ、いいですよね。やっぱ美味しいよね。タピオカもでも、うまいよね。タピオカミルクティーはね、日本でどんだけ飲んでも勝てない、台湾の味を超えられない。今回はビヨンドというアルバムなんですけれども、まあ、自分たちがこう作った新しい作品もありますけど、まあ、今回今井亮介さん、そして松本涼介さん、葉山さんという、うん、まあ、ウィンズの歴史をこう作ってきてくれた方々にまた新たに楽曲を制作してもらってね、本当にウィンズの22年の集大成というか、そうですね、そのデビュー当時、そして中期、そしてダンスミュージックに変わったきっかけの今井さん、うん、様々な方がこうウィンズを支えてくれた方が作ったアルバムになっているので、本当に歴史を感じれる一枚になっているんじゃないかなと思ってます。今回のビヨンドはまあ、ね、アルバムのタイトルもあり、まあ、こうちょっと今までの時空を超えるとか、うん、今までのこう作品を超えるとか、超えていくという作品なんですけど、ツアーのタイトルにもなりまして、今回内容がこうダンスメイン、まあ、ある意味シンプルですよね。まあ、そうですね、ある意味シンプルでダンスナンバーメインで、うん、まあ、これも新たなこうチャレンジなので、うん、このチャレンジでこうウィンズの歴史を超えていって、また新しい、うん、こうエンターテインメントを皆さんに届けるというのが一つテーマの中心ですね。どこまでやってたんですか。何がやってみたいことってさ、なんかあんまり僕たち外に出てないんじゃないですか、台湾に行ったら、うん、結構ホテルと会場もやってる日なので、まあ、たまにね、こう撮影でちょっと外行ったりしますけど、うん、でもマッサージとか受けたいですけどね。あ、いいですね、うん、疲れてますからね。そう、やっぱダンスナンバー激しいんで、台湾のマッサージ受けて、ちょっと強めなんですね。ちょっと強めじゃないですか、イメージ、ね、で僕結構強いの好きなんで、ね、かなりいいんじゃないかな、やってみたいなと思います。はい、寝泊まりして、すごいね。